キラキラ星。これはあのかつて無料の民を喜ばせていた無料の星ではないということなんですかね。もう亡くなった私は星の追悼式をやったんですよ。昔昔っていうか1週間前ぐらいに追悼式をしたから、わーすごいギフトありがとう、トットーさんありがとうございます、すごい。クマ後で書きます。キラキラ星は無料ギフトです。1ルーム100個までしか投げれません。1ルーム100個しか投げれないんだって。じゃあちょっと私のファンの皆さんはやっと投げれたってわけですか。まあ投げて、私の部屋で投げてない人もいるかもしれない、もしかしたら。すごい、でもなんかギフトがめっちゃなんかね近未来感なんですよ。見てください、このなんか誰かが投げているこのちっちゃいだるまみたいなの、ここら辺に多分飛び散ってると思うんですけど、でタコとかを見てください、なんか移動してるんですよ、私の顔の前を、演者の顔の前を、ここら辺を。普通だったら後ろとか通るじゃないですか、なんか私の目の前の顔を横切ってくんですよ。そう、なんか豊かになってるアニメーションが。ありがとうございます。シルバーウィークのギフト、シルバーウィークってちょっとごめんなさい、今シルバーウィークなんですかね、ゴールデンウィークのちょっと介護感みたいなやつでしたっけ。ありがとうございます。なんかでも可愛いですね色が。あ、敬老の日か、やばいやばい、おばあちゃんとおじいちゃんに感謝を伝えなきゃ。天国へのカウントダウンやってる、いやそうなんや、一応つけてるんだけどね、実況しようかなって思ったんだけどね、公演なんか9時までに帰れなくてもう結構時間経っちゃった。一応天国のカウントダウンは一応見たことがあるんで、最後のあゆみちゃんがコナン君の脈でドキドキして車で爆発する、爆発と同時に車で飛んでいく、ビルからビルへ飛び乗っていく、あの名シーンだけ実況しようかなと思って、それ待ちですね今。コナン君といるとドキドキするからみたいな感じで、あの脈で時間が正確に分かるっていうあゆみちゃんのあのね特技をあのこの目で見たいと思います。それまでちょっと雑談でもしようかなって、ネタバレちょっとあのそれに向かって物語は進んでいくんで、まあ金曜ロードショー見てる人は見てください。ありがとうございます、タコありがとう。今日は勝手に四国観光大使の公演だったんですけど、本当に約1年ぶりぐらい。ありがとうございます、見に来てくださって。なんか出たら結構紫のペンライトがありまして、やっぱ皆さんなんかね、私のファンの方はちょっと久しぶりだから来てくれたのかなって思って。ありがとうございました。マイキューの目がすごかった、え、何バキバキってた、バキバキしてた。紫いっぱいいた、ありがとう、見つけましたよ皆さん。でも久しぶりだけど
やっぱりいいね、なんか体が結構覚えてた。今練習もしたんだけど、四国のおきちゃん待ってた。ありがとうございます、お久しぶりで。四国のメンバーもねやっぱりいいですね。ちょっと MC だけやっぱちょっとまだ感覚がつかめずだったけど、楽しかったです、ありがとうございました。本当に次は来年、いや本当にね、もうワンチャンいつ解雇っていうか何解任兼任解除されてもねえおかしくないんじゃないかなって思ってるんで、まあ出れる時を大切にしたいと思います。まあなんだかんだもう兼任して結構長いんで、2年ぐらい、2年以上3年ぐらい兼任してるんで、何飲んでる、カフェラテ飲んでます。コンビニで買ってたら南さんにカフェイン中毒って見つかってしまいました。買ってるのが一応ね、10月とかもね、もう四国のメンバーでイベント出演とかが決まってて、それにも出たりはするんですけど、来月も四国としては出れそうな感じ、よろしくお願いします。今日は髪の毛をね、なんか三つ編み多めっていうか、わかるかな、こっちにも後ろの方とかにも、なんかよくわかんないけど、なんかおしゃれな髪型にしてもらいました。いい感じです可愛いですよね、お気に入りなんか何気にちょっと髪を切ってから公園出るの初めてだったから短くなった。なんかそんな短くするつもりはなかったんだけど、割と短くなったかも。でもね、なんか行ってすぐに葵さんに髪切ったって言われて、あ切りましたって言ったら、髪短い方がいいみたいな、絶対短い方がいいって言われて、そしたらその次の瞬間に真平さんが伸ばせって、長い方がいい、絶対長い方がいいって言って、なんか同時に言われて、すごいね、ショート派とロング派が均衡してました。これはそこまで短いかなとは思わないんだけど、まあ短いかも、今外派にしてるから、内巻きしたら鎖骨でお願いしますって言ったんだけど、割と鎖骨より上になったかも板挟み、そうなんです、板挟み、そうなんです、葵さんの意見に従うか、まひなさんの意見に従うか、すごい今悩みどころですね。どうですかね、ちょうどいい、ありがとうございます。まあでも私のショールームはね、今の私を可愛いと呼ぶように調教されてる者たちしかいないから、あんまり参考にはならないんだよな。やん、お城ありがとうございます。こういう公演の終わりにタワーが来るのは多分なんだけど、本当に名探偵オケボ発動するんですけど、だいたい飲み会をしてると思うんですよ。飲み会をしていて、もうな、嫌なの、なんか、送ってくださいよみたいな、私の勝手な想像ね、超勝手な想像、タワー送ってくださいよみたいな、多分酒の席でなんか私を出しにやられてるんじゃないのかっていう。新幹線酔っ払いたわ、あ、一人オンリーですか、それは失礼、ありがとうございます。
それは失礼しました、それは失礼しました、ありがとうございます本当に。そうか、新幹線で帰宅してる人もいるのか。でも確かに酔ってるのは当たってた。ありがとうございます、いい気分だな、間違いない。いやー、ありがとうございます。まあでも正直ね、タワーとかね、そういう課金類なんてね、シラフでやる人ほとんどいないと思うけどね。知らないけど想像ね。アルコールというこう一つ背中を押すものがあってからやるんじゃないかって思ってるんだけど、どうなんですかね。それはちょっとシラフで投げてる。あら、あら、あ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 、そうか、そうか、シラフで投げるよ。なんかちょっと真顔で怖い。シラフで投げるよって。うわあ、酔ってて欲しかった、せめて。すぐ0秒レスポンスでシラフで投げますけど、みたいな。キャンキャンキャン、ありがとうございます。オキポに酔ってる。あら、うまい、上手上手。うまいね、ありがとうございます。いやー、まあほどほどにね。ほどほどにやで、ね、ありがとうございます。ゆうかちゃんも課金するんでしょう。もうこの話何回目よ、本当に。ショールームの課金の話から、あの矛先を私の課金の話にずらしてくるの。やめな、そういうとこやめな、これまいちゃんの真似、やめな。そういうとこやめな。私の課金ね、私は漫画とか本ですけどね。一回大きく課金すればポイントがたまるんですよ、ちまちま課金するより。結果的にはそれが自分にとってメリットになっちゃうっていうね、メリットになるんですよ。シラフで配信してるのすごい、え、なんかすごい今なんて言うんだろう、的確な返しをされたような気がするわ。ごめん、謝るわ。さっきのタワーの下り、ごめんね、ごめんね。やばい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 。私の最近の流行りが、なんとかしてごめんねって。犬系オキポだから。最近犬系彼女とかいろいろ流行ってますけど、ちょっとね、はまってるんですよ。ごめんね、ひき肉ですじゃないな、ひき肉ですの次に流行った、私の中でひき肉です。もう流行ったけど、もうご飯とか頼むたびにハンバーグですとか言ってたけど、それはもうちょっと過ぎ去って、今のブームは犬系彼女のごめんねです。日本の TikTok の流行りです。
行りすたりが早い。そうだよ、僕はついていけるだろうかこの世界のスピードにっていうやつですね。カバ系ってないの？カバ系はないですね。そういえばなんですけど、なんかお話し会の受付が実はもう始まってて、知ってますかね、なんか10枚目シングルが発売されるんですけど、まあ選抜メンバーに選んでもらったんですよ。でお話し会の受付が始まってて、ありがとうございます。でなんか完売してるっぽくて、なんか完売どうやって見るのかってさっき教えてもらったんですよ。そしたらなんか売り切れって書いてたんで、ありがとうございます。 Thank you。 ちょっとね、何をするかとかまだそんなに決めてなくて、全然まだ決めてない。でも多分ね、なんかね、クリスマスの近くとかさ、サンタで着るってなんかなってたんですよ。そこら辺はサンタとかしか、なんか最近ねコスプレ、なんかコスプレは最近はね、なんかあんまりね、なんか気分が乗らなくなってしまった。多分これが、いや、なんかコスプレがっていうか、なんかね、それとはコスプレ以外にちょっと失礼になっちゃうんだけど、違くて私の気分がなんか乗らなくなってしまって、あんなに心はコスプレイヤーだったね。そうなの、なんでだろう。ゆうけん私服にしようかなとか思ったり、ネタ切れ、いや結構ね、確かにもうきつくした感はある。大人になっちゃったんだね。大人になったのかな。うん、大人になったか分からないけど、それに、なんかやるならもっとなんかちゃんとしたやつがいい。なんかいつも横着したら1回しか着ないから安いのでよくないみたいなね、ペラペラのコスプレして、やるならちゃんとしたやつがやりたいな。ハロウィンどうする？あ、ハロウィンね、ハロウィンはやろうかな。確かに、あ、やばい、今金曜ロードショーのコナン君の、あの今ね、一応金曜ロードショーつけてるんですよ、ごめんね話変わって。あのね、蘭姉ちゃんのあのね、すごいあのなんていうの、ホースでビルを駆け上がって、あの蹴り技でガラスを割って、あの火事から逃れるっていう、あのラン姉ちゃんつえーのシーンが今からやってきます。今から全部ネタバレしていくからね、このあとね、この日が迫ってきて、もう覚悟決まってる顔してるんですよね、ラン姉ちゃんの。詳しい、いやめっちゃ好きなんよ、天国のカウントダウン、名作よ。今日天国のカウントダウン、そう、ちょっとね、今ね名シーンだけちょっと見とこうかなっていう感じです。作画がいいね、昔の絵の方が結構好きかも。一応ね見ながらショールームやってる感じ。え、こっからすごいの見て見れる人は見て、この
ホースでギュイーンってなってからの、はい、あ、蹴りじゃなかった、体当たりだった、ガラスに体当たりしてみたいな。あれ、私の記憶違ったかな。あ、蹴りきます。そうそう、はい、これね、蹴りました。こう危機一髪なんですよね。いや、もしも私がこんなピンチになった時に、なんか自分の身一つでなんかね、災害とかから逃れられるんかって思ったら何もできる気しないんだよな。助けに行きます優しい。実況を超えた先読み配信、先読み配信よ、本当にごめんね、勤労見ながら配信見てる人。なんだこれは、待って待ってください。はい、発言の許可を申し願いたいです。あの、この見てください、この上になんか星4794っていう数字があるんですけど、これは何の数字なんでしょうか。見てください、あの、見てほしいです。これは一体何の数字ですか。今気づきました。いつもだったらここになんか来場者数が書いてあったんですけど、これ何ですか。今気づいた。盛り上がり度、え、何その悲しい、なんでそんな数字やられなあかんの。盛り上がり度数、何それ、盛り上がってないとでも言いたいのか。え、わかる、気づいた、私も今気づいた。来場者数プラスコメントやギフトの量で独自に計算された数値です。え、そんなやめてよ、そんな人の楽しみ方は人それぞれやんね。ギフトとコメントとか盛り上がってるかい。え、もうそんなんさ、そんなんあれよ、全然盛り上がってなくてもさ、皆さん今からあっていうコメントを大量に打ってくださいって言ったら盛り上がり度数めっちゃ上がるよ。でも果たしてそれは盛り上がっていると言えるんでしょうか。やってみ、一文字だけでコメントしてみ。それでめちゃくちゃどうする、1万とかになったら。全然盛り上がってないですけどね。ほら、あーってなって、適当な適当コメント盛り上がりなんて、盛り上がってかーいみたいな。あー、もう本当に旗から見たら荒らされてるルームだよこんなん。あー、増えた、え、増えたけど増えてんのかな、なんかよくわかんないなこれ5000いったけど、これなん難しいわ、見方が、平均もわからん。度数上がった、なんかちょっと上がったかも、ちょっと上がったけど、なんか気持ちは上がらない。だってこれは作られた盛り上がりだもの。ただただ荒らされたルームだった今のは。もういいです、ありがとうございます、 Thank you Thank you。作られた盛り上がりでした。昔のニコ生感あった、確かに。ほー、なるほどね。いやだ、いや、なんかこれをさ、今日気づいてしまったがゆえにさ、なんかこれ今5000なんぼって、でもこっからさ、この日以降がさ、なんか5000以下のさ盛り上がり度数でさ、なんか標準値みたいになったら嫌やね。
嫌じゃない、あ昨日は5000だったけどみたいな、なんだこれは。逆にめっちゃ盛り下がり、マイキューがすごい、2万とか3万とか、ちょっと盛り上がり度数って初めて聞くから、ちょっともうちょっと面白い、なんかライブ会場みたいな。へえ、そんないつの間に、いつからできたんだなるほどね、はい、まあまあまあ気にせずと言ってもちょっと 見えちゃうからね。うん、視聴者数よりは下がらない。でも視聴者数が分からんくない、分かるんこれどっかで。でもね、私めっちゃこれデジャブなんよ、夢で見た気がする、これこのくだり、このくだり私夢で見た2年ぐらい前に。この日の正夢だったのか、わかんないよね、ね、わかんないよね。正夢ってやつ、いやそうなんよ、あ、予知夢か。どんな夢見てんねん。いや結構ね、あるよこういう。視聴者数5人かもしれない。え、5人かもしれないしさ、逆にさ、もう視聴者数が5000人いて盛り上がり度数が256だけかもしれない。逆もありえる。ああ惑わせるな人のことを、惑わせるな。オキポ新曲10枚目シングル、人のことを惑わせるな。お楽しみに。よくないね。今日のヘアスタイルなんかいい感じ。ありがとう。ニューアルバム惑わせるな。リリースしましょう。まあでもこういう時こそ言う言葉があるんですよ、日本には。教えてあげよう、こういう時に言う言葉、よそはよそ、うちはうちっていう。そりゃなんか日本のお母さんはすごい、全てに納得できるこの言葉ってすごくない？誰のどこのお母さんが最初に言ったの、本当に教えてほしい。よそはよそ、うちはうちって、それや。こんばんは。皆さんもお父さんとお母さんに感謝するんやで。私はね、8月お父さんとお母さん誕生日だったからタンプレ渡したよん。今年はコードレス掃除機あげましたお父さんに。そして逆に私は掃除機を、自分家の掃除機を手放そうかなって考えてる。なんかね、なんかいつもフローリングなんだけど、なんかクイックルワイパーで十分かなって思い始めて。そう、
G でも吸ったの。もう G 吸ったらもうかんもうねそれはやばい。もうね全然なんか掃除機使ってないというか。確かに虫出た時用、虫出た時用にしてはね場所取りすぎ。キャリー買って掃除機手放そうきちゃう。いやキャリーケースも買ったから、キャリーケースも粗大ゴミになっちゃって、なんか最初はファンミが今月あるんですけど、ファンミで、あなんかね抽選とかであげようかなと思ったんですよ、ファンの人に。でも言ってそしたら確認しますってなったんだけど、キャリーケースはさすがに NG が出て、キャリー以外は私物プレゼントしようかなって思うんだけど、キャリーはあまりにもなんかでかい、大きいからかな、なんかあげれなくなった。だからまあキャリー以外の、まあ、皆さんも大変よね、急にさファンミーティングとか来てさ、なんかそんなつもりなかったのにキャリーケースもらってさ、しかも多分ね郵送じゃない、多分はいじゃあどうぞみたいになったらさ大変よね、いくら荷物入ってないといえど。ファンミ行きますだって。ありがとう。ファンミ何するか決まったのみたいなあるんだけど、一応決めてる、一応決まってるのは私物プレゼントと、あとなんか動画撮影できるようにもしてもらってるかなみたいな感じ。サイン会、私物サイン会もしようかなと思ったんやけど、ちょっとなんか時間が足りなくなりそうだから、私の私物あげる。ファンミ外れちゃった、うそ、切ないの。第2回あればいいな、落語見たいでも落語ではないんだけど、最初はなんか MC に佐竹さんが来てくださることになって、ボールボーイので、佐竹さんがなんか結構大会、お笑い芸人の佐竹さんがなんか結構大会でいいとこまで行ったネタがあったらしくて、なんかそれがなんか男女でできるネタ、彼女系のなんかネタがあったらしくて、なんかじゃあそれをやるかってなってたんですけど、なんか佐竹さんと漫才みたいな、なんだけどなんか佐竹さんが YouTube にネタがあるみたいな感じで、なんか YouTube 見て思い出すみたいな話になってたんだけど、なんか YouTube 消されてたらしくて、その漫才が。で佐竹さんはもうそのネタを覚えてないから、ネタを書き起こすこともできなくて結局なくなった。なんでって思った。私は絶対自分の作ったネタなら覚えてるはずなのに、なんか何にももう覚えてないらしくて、そうなくなった。幻のネタらしい。それはもうだからなくなりましたね。思い出せるネタをしよう。おきちゃん笑いやりたかったな。いやなんか私は全然あれだったんだけど、なんかめっちゃ冗談で、じゃあ佐竹さんと漫才でもしますかねって言ったら、そうスタッフさんが佐竹さんに伝えて、あいいネタがありますよみたいになったらしい。でも結局そのネタはもう佐竹さん覚えてないらしい。でもカメコタイムとかもあるっぽい。で衣装か私服か選べたんですけど、衣装にしようかなって思ってる。る衣装はまだ内緒る。でも今までカメコで撮ったことない衣装にしようって思って、あのコンサートとかでそれにしたる。最近あの語尾をひらがなにするのハマってる。今日のメールみたいな。まあ
まあでもファミね、来られる人限られてるから、まあちょっとここら辺でファミの話は終わりにするる。次は土日にやってほしい。いやそうなんや、平日にね来てくださって本当にありがとうございますって感じ。あとね、あと発表されたやつ何だったかな、何があったかな、ごめん、まコナン見てたあれだ、打ち上げ祭り10月1日ののチケットの受付がやっと受付開始しました。いやなんかまだしないのかな、大丈夫かなって思ってたからようやく開始された。なんかね、一部二部で分かれてて、で二期と一期ドラさんで分かれてるんだけど、なんかカラオケ大会とかクイズとかやるらしい。期間短くない？え、そうなんや、申し込み期限3日間しかない。でも浴衣、全員浴衣らしい。公演の次の日ね。そうなんよね、公演の次の日申し込みした。あら早い早い。ぜひぜひ申し込みました。2部あ、私2部だったかな確か私2部だった気がするうん、何歌おうかなって考え中。でもちょっと誘われて、とあるメンバーにこれ歌おうみたいな。だからもしカラオケ大会、まあ多分カラオケ大会はあるんだけど、それ歌おうかなって感じ。X の投稿でお腹押さえてる写真があったけど、まいちゃんにボディーフローでも食らったの、あれはマタニティフォトですね。はい、定期的にあるんで探してみてください。昼は2期生、夜は1期トトラさん。あ、じゃあ2部か、私が出るのは。いやでも一緒も良かったな、合同も良かったな。そのワンピースどこの、ワンピースじゃないんだけど、どこのか分かんないよね、可愛いよね こんばんは。まあなのでね、ちょっと受付期間はめちゃくちゃ短いんですけども、ぜひ待ってます。お待ちしてます。楽しみ。なんか船でも、そういえば浴衣でなんかねカラオケ大会あったなと思って、あれ何であったんだかな忘れたけど、デートフェスかな、なんかねやったのよ。ブルーライブって広め、広い、結構横に広い、あ違う、ステージは横に広いけど客席は縦に広い、うん、何歌おうかな、何歌ってほしいとかあります？メンバーと、まあちょっと参考までにだけど、何がいいのかね。なんか選曲結構大事よね。意外とさ、なんかみんなが知ってるやつの方がいいのか、なんかこういうのってやっぱカラオケで何でもいいな、多分何でもいいんじゃないかなって思うんだけどな、配信ないなら。なんかカラオケで何歌うか問題と似てるわ、みんなが知ってる曲を選ぶか自分の箱を選ぶかみたいな。懐かしいちなみに私は STU のカラオケ大会はよく、前はあかりんさんと
桃色クローバー Z さんの怪盗少女とか、何人かでプリキュア5、イエスイエスプリキュアっていうメンバーがめちゃくちゃ楽しい曲を歌ったりとか、あと何歌ったかな、一人だったら騎士団さんのワンナイトカーニバルとかお箱なんで歌ってましたね。はいはい、ワンナイトカーニバルはサングラスかけて池ちゃんとアリちゃんさんをバックダンサーにして歌いましたね。月島きらりバラライカ歌った、懐かしい。ドラさんでキラリンとかもいいかもしれん。でも知らないよね曲。今 YouTube あるから聞いてきて、キラリンレボリューション。私の年代のコラが子供の時に流行ってたアイドルアニメ。いい曲だから聞いてきて。そう、バラライカは知ってる人多いかもしれん。そうなんですよ、何しようか、なんか選曲にめっちゃ悩む。みんなは何が聞きたいんだろう。ボカロ、なんか前あるよ、リコチとさやかりんがあのボカロの曲歌ってて可愛かったよ。なんだっけ、あのね、タイトルが出てこない、なんかめっちゃ可愛かったんよ。多分曲知らない人でも可愛いと思うだろうなみたいな曲だった。なんだったっけな、なんかね、中国語を学ぶぞみたいな曲があるんですよ。はいはい、チャイナチャチャ夢がこち、あ、ER ファンクラブだ、 ER ファンクラブ、だんだん君と同じ言葉が使えるね、を愛に言えるかな、じゃ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 ん、これ可愛かった。それだ、タイトルが出てこなかった。うん、うん、これはボカロの曲やね。あゆみちゃんの出番来た、あ、やばい、ちょっと待って、コナン君の名シーンがそろそろ近いかも。この雑談の途中にコナン君入れてくるのがよくないわ、本当に。見てる人いるかな、金曜ロードショー。名シーンが来るよ。一応ね、金曜ロードショーね、あのつけてる。浴衣だからそれに合った曲、確かに。あ、見てる、だってありがとうございます。見てない、あ、見てない人に説明すると、今から子供たちだけであの爆発から逃れなきゃいけないっていう高層ビルの一番上から、それをね、あ、すごい成し遂げるんですよ。軽音のやつ、軽音いいな、軽音好きなメンバー多いよ。見てないのにネタバラシ、そうよ、私の勤労実況でコナン君やってたら、まあ開始5分ぐらいでネタバレされるから。始まるよ。これね、愛ちゃん行かないんよね。あ、今ちょっと今ね、音切ってるから何言ってんのか分かんないな。あ、そう。ちょっと語っていいですか。はい。
語らせてください。私はこの時期の自己犠牲が過ぎる灰原愛という女がとても好きです。あの今の愛ちゃんは割と自分のことも大事にするんですけど、この初期灰原、初期灰原はあのやっぱり黒の組織にいて人を不幸にさせたっていう負い目があるんで、好きあらばあの自分を犠牲にしようとするんですよ。これが好きなんです。あー飛びました。はい、すごい、ビルからビルに名シーンよ、来たよ。こういうのってさ実際に可能なのかな。計算式出してた。え、どういうこと？これのってこと？私さなんかアニメとか漫画ではなんかかすり傷であろう傷とかで多分触手する自信がある。今すごいあのガラス窓ガラス割ってそっから開いた穴から車突っ込んだんですけど、その窓ガラスのちっちゃい破片、多分それがヒュッてかすっただけで多分もうショックで死んじゃう気がする。なんか大怪我とかじゃなくて、そんぐらい割とビビリちゃんかも。うん、いいね。あ、黒の組織、ジンが、ジンの髪色が違う。ジン兄貴はこんなにカッコつけてるけど、こんなにめちゃくちゃカッコつけてタバコ吸ってますけど、髪型変えたその子を灰原愛が生きてると勘違いして殺そうとしたおっちょこちょいな土人です。でもこんなにカッコつけてます。それを踏まえてみるとちょっと面白いです。同人です。いや、いいね、見れてよかった。金曜ロードショー見れてよかった。いや本当は最初から実況したかったんだけどね、それはちょっと無理やった。でもね、9月の勤労は結構いいやつ、私の好きなやつが多いから、なるべく実況配信したいなと思って、今日はちょっとあれだけどさ、雑談メインだけどさ、来週純国、来週もねコナンね、純国のナイトメア、純国のナイトメアってさ私実況したことなかったっけ、した気もするけど、コナンは割とやってる。あれはやりたいなと思ってる、あの早々のフリーレンっていうなんかアニメの1話が金曜ロードショーで配信されるん、結構好きなやつ。それはね9月だった気がする。でも金曜日ってなんかお仕事がある気するんだよな、どうだろう。うん、まあやれたらやれたらって感じですね。本当に勤労とかさ、コナンとか舞ちゃんと見たい。舞ちゃんはコナンを見ない人生を過ごしてきたから、舞ちゃんに説明しながら 見せたい。全く知らないんですよ。工藤新一は好きって言ってたけど、カイトキットかな、どっちだったか、初めて見た見せた勤労がそれだったから、今見える見たけど三つ編みほどいたの、ほどいてないよ、今日は三つ編みだよ。お、新しいやつじゃん映画。
説明して分かってもらえるものなの。分かんないよね。でもオタクって語りたいからさ、まあ私が楽しいだけみたいになっちゃうんだけど。でもなんか本当にそういうとこ良くないのかなって思う。あ、純子くんのナイトメアだ。語りたがりだからさ、こういうところがなんかうざいキモいの原因なのかなって思ってしまうけど、しょうがないじゃんね。あ、これこれこれ、金曜ロードショー見てる人見た？9月20何日だな、 9かな、そうそうのフリーレ、あれを絶叫したいなと思ってるんですよ。まあできたらなんだけど、再来週、再来週だって。よいしょ。ツアーの日か、無理かも。ツアーはもう9時には終わらない気がする、その帰宅が。うわー、見たい見たい見たい。いや、めっちゃ面白いんよね。間に合わんか。いや、間に合う気がしない、間に合う気がしない。ひょえ、気がしないけども。クールポコと同じイントネーションのですよだった。え嘘、無意識に、無意識クールポコさんだった。ツアーどこなの？大阪、その日は大阪。大阪に泊まるなら、泊まっでもね、なんかね、なんであんな遅いんだろうね。なんか終わった後になんか長いんよ、帰るまでが。集合写真撮ったり写真撮ったり着替えたりなんやかんやして、掃除して、さ、帰るのがなんか絶対遅いんだよね。でも言えないよね、アニメ見たいから早く帰りたいですなんて、なんて言えないよね。私金曜ロードショー見たいんですって言えないよね。言えたら強い、強いどころじゃないよ、最強だよ。残念、見たかった。まあ、もし行けたらって感じです。大阪、大阪って泊まりなのかな、日帰りなのかな。なんか前に名古屋、あの昔ツアーした時さ、なんか日帰りって言われてさ、もうみんなの大ブーイングがあってさ、メンバーの泊まり、絶対泊まりたいみたいな、あの昔のツアーなんだけど、あ、次の日もあるから泊まり、あ、泊まりかなんかそっか、2日あるんや、追加公演で。なんかね、もう絶対に泊まりがいいってなって、いや日帰りですみたいな、ギリギリだったよね。やけもうみんなで MC をMC を遅らせようみたいになって、メンバー内で、MC を長くしようみたいな、こう悪い考えをしてたんだけど、なんか本当にギリギリに、あの泊まりになりましたってなって、シャッなった。名古屋は美味しいから、ご飯が。もう大ブーイング。名古屋に、名古屋で泊まりはないみたいな。
泊まりじゃない、日帰りはないってなった。絶対泊まり、絶対泊まり、絶対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 うん、懐かしいですね。そっか、2日間か。そうよね、追加公演なんか配信ない日があるんよね、大阪は。追加だっけ、なんかどっかが配信なしない。金曜がない、はっ、29がない。なるほど、なるほど。なんか配信ない、久々よね。あ、追加が最初の日だからそこが配信ない。もう配信なんてなかったらさ、配信がなかったらやりたい放題よ。だって何書かれてもさ、それが本当か嘘か分かんないもん。例えばあの感想 X で感想とか書いても惑わせれる。でも実はあんま MC とかいないんよね。うん。配信のない日は MC すごいことになりそう。いや、そうなんや、なんかみんなはっちゃけてしまう。やっぱ盛り上がるのってはっちゃけた話だからさ。でもはっちゃけた話は危険を伴うからさ。うん、楽しみですね、ツアーもね。まあ直近だと新潟が入ってますけど、楽しみや。お待ちしてます。うん、コンプラ、いやいや、そんなことはないですよ。新潟は日帰り、いや、わかんないよね、日帰りで帰れる距離なんかね。あんま、結構遠いイメージあるけど。いや、新潟楽しみよ、もう。何食べようかなって。だってもう名古屋のツアーの時にみんなでご飯行ったんですよ、ツアー終わりに。名古屋のツアーの時にもう名古屋飯が美味しすぎて、もう今から新潟のその会場近くなんかないか調べてた。差し入れでこれが来るんではないかみたいな。絶対美味しいよ、楽しみだ。米もうまい。いや、お米ね、いや、お米食べたいな。前はなんかパスタみたいな、なんかイタリアン焼きそば、何なんだろう、なんかクリームソースのかかったなんかパスタなのか焼きそばなんかわかんないものを食べてめっちゃ美味しかったんだけど、お米か、やっぱ海鮮も食べたいな。もうなんか食の話しかしてない、本当にダメだ。楽しみでございます。うん、三日月イタリアンっていうの、美味しそう。そう、なんか新潟でフェスに出るメンバーとかもいて、その頃は多分前日入りなのかな。わ、もう羨ましいと思って、私も前日に行って美味しいもん食べたかった。食べ物の話しかしてない。ホワイトイタリアンおすすめ。わあ、ありがとう、おすすめされたから絶対食べるわ、絶対食べるわ。
手が美味しいでございます。勝手に前乗りしちゃいなよ。だってそんなもうガチ問題児やん私。やばいよ。でもやりかねないと思われそうなのが嫌だやらないよ、やらないよ。うん、カフェラテあんま進んでない。なんか食べながら、ちょ、食べてないわ。話しながらだとちょびちょびになるね。セブンのカフェラテ飲んでます。いつもだったら結構ハイスピードカフェラテ吸引してるんですけど、今日はちょびちょび飲んでます。味わいながら。おきちゃんの一番好きな食べ物は？いや、その話ね、昨日かな、なんかお仕事の合間の移動中になんかおきちゃんの好きな食べ物は当てるみたいななんか話にちょっとだけなったんだけど、マネージャーさんとかマイキューかな、マイキューとかが、正直今好きな食べ物を明確にパッて思い浮かぶものがなくて。そうなんですよ。なんかハマったものを毎回いっぱい長く食べるって感じで、で私その最近ハマってたものってなんだろうって思ったら、割とカオマンガイが好きでカオマンガイってタイかな、タイ料理なんですけどカオマンガイにハマって食べてたなって思ったけど、カオマンガイなんて当たらないじゃないですか、どれだけヒントやっても。だから当てられなかったですね。割と極限までヒントは出したんですけど。何それ、なんか鶏肉のね、蒸したやつとなんかそれになんかねタレみたいな、そう鶏肉の料理、めっちゃ美味しいんですよ。で好きな食べ物、あ私ですか、最近はカオマンガイですねって言ったら、ん？みたいな、ん？カオマンガイって言って検索して、カオは米、ガイは鳥、あそうなんだ、じゃあマンは一体カオマンガイのマンは一体多数みたいな感じなんかな、うん。いやもう1時間経った、早いね。じゃあちょっとそろそろ男女読んで書いて終わろうかな。タバーの俺、よき、だって早く寝なさい早く寝なさい。今日はちょっと今日のメモ帳は唐揚げくんのメモ帳にしてみようかな。大体こういうメモ帳プレゼントでもらったやつとか、どこで買ったんだろうこれは。とうとうさん、タワーありがとうございます。唐揚げくんのメモ帳ってあんまなくない？うん。続きましてもう一回、
ガイがいるだって。ガイって鶏肉だっけ。カオマンガイ。え、これのことガイ、ガイって言った今。合ってるけど。合ってるけど、なんか食材としてキャラクターを見てびっくりした今。Thank you. 抹茶2号さん、あ、ありがとうございます。着いたかね、新幹線。ありがとう。唐揚げくんは私はもちろん好きなんだけどさ、なんか唐揚げくんの魚バージョンみたいなのもあるの知ってます？なんかフィッシュ、何くんなのかな、あれフィッシュくんかわかんないけど、魚バージョンがあるのめっちゃ美味しい、おすすめ。じゃあそろそろ終わろうかな。公演も見てくださってありがとうございました。シルバーウィーク楽しんでこよう。さかなくん、さかなくんって名前じゃないか、違うかも。なんかでもね、あるのよ魚バージョンの唐揚げくんが。じゃあちょっとそろそろ終わりたいと思います。壇上読んで終わります。13位ナマハゲさん、12位セルジュルタンスさん、11位偏西風さん、10位カズノリさん、9位おいでます元気さん、8位バンボシさん、7位ゆるキャラアルコールさん、6位セイジさん、5位アチャさん、4位がジェリーさんでした。13位からまでの皆さんありがとうございました。そして3位がカバチャさん、2位がまっちゃん2号さん、1位がトートーさんでした。ありがとうございました。トートーさん、まっちゃん2号さんもタワーありがとうございました。というわけでこんな感じで会いたいと思います。公演ありがとう、楽しかったです。本当に四国公演、海からくん、海からくんらしい食べてみて。今日ありがとう、こちらこそ、バイバイ、ゆっくり休んでね、疲れ様でした、バイバイ、では切るぜ。